続いて案内してくれたのはベッドフォードアベニューにある人気の雑貨屋さん。ここね、ブルックリンチャーム。ブルックリンチャーム？そう。何ここ、かわいい。かわいいんですよ。かわいい、すごい。好みのパーツを組み合わせて世界で一つだけのアクセサリーを作れるのが魅力。かわいい。あ、これもここで買ってきたんです。これ作ったの？一応ね、作りました。ここで買って、すごい。ここで日本で待つ2人のためにお土産を買うことに。お土産ありがとう。もうね、これないしないしないしない。なんだこれ、いいよ絶対に、これ、ね、水木ちゃんと有吉さんのやつ、お土産でした。かわいい。まだまだ続くおしゃれなウィリアムズバーグのお店巡り。